Yo. どうぞ。新しい、それじゃあな。 いらっしゃい。どの依頼を。ありがとう。どう。いらっしゃい。どの。その、ありがとう。その、ありがとう。 ここにはどのようなものがあるのでしょう。少し楽しみですね。 大人数での旅というのもたまには悪くないものだな。それ。えい。あ、素敵な。 見つけたよ。どんな金属が取れるかな。 装飾品にでもしようかな。えい、えい、大したことなさそうです。スキアリ。当たり。それ。
行きます。簡単に勝てましたね。次もこの調子です。採取採取っと。これならきっと楽勝だね。当たり。行きます。簡単に勝てましたね。次もこの調子です。いいものあるかな。何が取れるかな。よーし、どこに行くんだい？なんだ？結局、あんまりお野菜買えなかったね。そうですね。町の近くに魔物が出たり、作物が取れなかったり、なんか最近変な感じだよね。おそらくですが、それらの異変はルアードによるものだと思います。え？どういうこと？ルアードが根絶の錬金術の研究を再開したのでしょう。その根絶の錬金術？はい、
以前説明したように私やソフィーの錬金術は素材の願いを聞き、それを叶える手伝いをする錬金術。一方、根絶の錬金術は素材の願いに関係なく力を加え、物を変成させる錬金術なのです。素材の願いに関係なく物を作るってことは、要するに何でも作れるってことでしょ？それってむしろいいことなんじゃないの？だってすごく便利そうだよ。便利なことには間違いありません。しかし便利であるがゆえ、相応の代償が必要になります。代償？はい。素材の願いを無視する根絶の錬金術は、通常の錬金術よりもはるかにコストがかかるのです。ここで言うコストとは、自然の力のこと。自然の力は本来使っても緩やかに回復していきます。しかし根絶の錬金術は、その回復力を大幅に上回るほどの速度で自然の力を浪費します。その結果、少しずつ自然を蝕んでいき、いつか自然の力が枯渇しても不思議ではありません。そうなれば何が起きるかは想像もできません。あの大地の傷跡も根絶の錬金術の影響でうがたれたものなのですから。大地の傷跡が？そうだったんだ。はい。昨今の異変も少しずつ自然の力が浪費されていることの影響によるものでしょう。やはりこのままルアードに根絶の錬金術を続けさせるわけにはいきません。慎重に使えば、あるいはうまくできるかもしれませんが、ルアードはそのような使い方はしないでしょう。そのためにも一刻も早くルアードの行き先を突き止めねばなりません。そうだね。プラフタの記憶のためにももっと錬金術頑張るからね。はい、よろしくお願いします。頑張ってほし…何を作ろう。材料はどれにしよう。これでいいかな。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。そうなるんだ。あ、これいい感じ。うん、いいね。こことかどうかな。これはここ、これでいいかな。それじゃ一気に仕上げに。できたー。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、ソフィー、何を考え込んでいるのですか？あのね、プラフタの体のことなんだけど。私の体ですか？うん、プラフタって今体は大丈夫？はい、先日フリッツに見ていただいて以来特に問題はありません。そっか。実はね、ちょっと気がかりなことがあって。それはもしやフリッツが言っていたことですか？そう、
プラフタの体は人形だから定期的に整備しないとダメだって。今は町にフリッツさんがいてくれるからプラフタに何かあっても大丈夫だけどさ、もしフリッツさんがまた旅に出ちゃったら私じゃ何もしてあげられないなって。そのようなことを考えていたのですか。うん。決めた。うだうだ悩んでても仕方ないや。私フリッツさんにプラフタの整備の仕方教わってくる。そうすればもしフリッツさんがいなくなっちゃっても安心だもんね。ソフィー、よし、ちょっと行ってこようっと。何を作ろうかな。どの材料を使おう。がいいかな。それじゃ始めよう。この材料は、校長、校長、これはここ何かいいこと起こりそう。このでは仕上げのできた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい。これではレベルアップ。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。どの依頼を。ありがとう。ありがとうございます。まさかそう。いらっしゃい。どのうわそのそのありがとう。そのありがとう。そのありがとう。そのThank you.
を作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。なんだか機嫌悪そうだけど、何でしょうか。やっぱり機嫌悪そうだね。あ、すみません、態度に出てしまいましたか。どうしたの。プラフタが機嫌悪いなんて珍しいじゃない。ルアードが飛び立った先、それが調べてもどうしてもわからないのです。ソフィーも錬金術を頑張ってくれているのに、一向に記憶を取り戻せないのが歯がゆくて。ねえプラフタ、ルアードってなんで根絶の錬金術を使うの。ルアードは根絶の錬金術に魅せられてしまったのです。昔はルアードもとある目的のもと、ごくごく普通に錬金術を研究していました。ですがある時、根絶の錬金術を発見し、その大きな力に可能性を見出した彼は、今のルアードはおそらく根絶の錬金術を研究することしか頭にないのでしょう。そうなんだ。確かに根絶の錬金術は優れた力を持っています。実際、必要なコストの問題さえ解決できれば理想の錬金術といっても過言ではないでしょう。ですが、そのコストが大きすぎる。しかしルアードはそこに目をつぶっている。将来起きる危険性を度外視し、ただひたすら根絶の錬金術を続けるルアードを放ってはおけません。私はルアードをどんな手を使ってでも止めなくてはならないのですよ。前から思ってたけど、プラフタってルアードの話をするとき辛そうな顔をしてるんだよね。なんでなんだろう。フリッツさん、教えてもらいたいことがあるんですけど。そろそろ来る頃だと思っていたぞ。え？君はプラフタの整備方法を聞きに来たのだろ。あ、はい、そうですけど、どう。わかるさ。君がどれほどプラフタのことを大事に思っているかを考えればな。何でもお見通しなんですね。もう、なんとなく考えていることは読めるさ。さて、では早速だが、整備の方法について教えるとしようか。はい、お願いします。整備といっても実際に不具合が出た箇所を修理するのはそこまで難しくはない。大抵の場合は部品の摩耗やズレが原因だからな。それほど手間をかけずに直すことができる。へえ、そうなんですね。むしろ難しいのは不具合が出ている箇所を見つけ出すことだ。人形は喋らないからな。どこに問題が生じているかは調べてみないとわからないのだ。あ、そうか、プラフタは。ああ、君が整備すべき相手は幸いにも普通の人形ではない。言葉を発することができるのだ。様子を気にかけ言葉で問うてみれば、すぐに問題が生じている場所はわかるだろう。なるほど、直接聞ける分普通の人形より楽ですね。うん、基本はこのくらいだな。それでは実践といこう。これから整備の手本を見せるから、しっかりと学んでいくんだぞ。はい、よろしくお願いします。
やソフィー、またきっかけになりそうな素材を持ってきました。見てみてください。本当か、見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか。これは、おお、確かにいつも探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。やった、よかった。毎度毎度助かるよソフィー。早速こいつを使ってまた新しい武器を作ってみよう。お願いしますね。調子ど、さ、いらっしゃい、よく来ましたね。どの依頼を。それでは、いらっしゃい、よく来ましたねソフィー。ソフィーはピアノに興味がおありですか。そういうわけじゃないんですけど、誰かがこのピアノを弾いてるとこ見たことないから。おや、そうでしたか。時折夜に吟遊詩人のお客様が弾き語りをしてくれることもあるんですよ。へえ、見てみたいな。機会があればぜひどうぞ。とても素敵ですよ。そうだ、ソフィーも弾いてみたらいかがです。え、私がピアノ。ええ、誰も弾いていない時でしたらご自由に練習してもらって構いませんよ。でも私に弾けるかな。初めから上手に弾ける人は稀ですよ。何事も練習あるのみです。そうですよね。じゃあちょっと弾いてみようかな。